皆さんこんにちは、コーヒージャーナリスト岩崎泰三です。本日は2023年ホットのカフェラテ勝手にランキングやっちゃいます。これはねもう1年前思い出しますね。全く同じメンバーじゃないですか。全く同じメンバーです。並び順も同じじゃないの。並び順も同じです。最近1年前の動画見ましたよ、うん、皆さんご覧いただきましたか。2022年のもう始まりの頃、1年前の動画もしご覧いただいてない方いらっしゃいましたら、そちらも面白いんで概要欄の方ね貼っておきますけれども、このね勝手に飲み比べ勝手にランキング企画はもうほんと毎回波乱があって盛り上がるんですよ、うん、でホットコーヒーランキングとかコンビニ缶コーヒー、チルドコーヒー、さまざまなアプローチでランキングやってきてますので、まあ、過去のそういった動画それぞれにドラマがあって本当に面白い内容になってるんで、チェックもしよかったらしていただいてですね、概要欄の方からみんな見ていただきたい動画です。で今回は最新情報にアップデートしていこうということで、うん、1年前と全く同じでやりますよと。これ逆に面白いですよね。1年経って各社おそらく違うんですよ。もう味の組み立て方が違う、まあ、コーヒー自体が違うかもしれないし、ミルクが違うかもしれない、配合が違うかもしれない、マシンが違うかもしれない、担当者が違うかもしれないと、買ってきた店が違うかもしれないと、まあ、泰三自体も1年経ってますからね。買ってきた店は一緒ですこのクオリティを買ってきた店全部同じだってなるほどね、まあ、これからすべて私がブラインドで飲ませていただいて、まあ、この今日 TCL にいるメンバーで勝手に飲み比べをして、ブラインドで飲んだ時に今一番うまいと思うのはどれなのかっていうのを率直に、まあ、ランキング順位付けしちゃおうという企画です、ぜひ皆さんちょっと最後までお付き合いいただいて、どういう結果になるのか、楽しみに、ね、ご覧いただきたいなと思いますけれども、まあ、今回これはまたルールはいつもと同じようにこの中空っぽなんですよ。そうです。で買ってすぐサーモボトルに移し替えるということで、まあ、お店の人にはもうあれですね、あいつもご苦労様ですが言われちゃう感じかもしれないですなってきてんじゃないかなと思いますが、かなりコンディションは正しい状態、お店で買ってすぐに近い状態でここに持ってきてますので、まあ、そういった面で言いますと、皆さんがコンビニ今日は、まあ、ファミリーマートとセブンイレブンが向かい合わせにあるんだけど、どっちでカフェオレカフェラテ飲もうかなっていう時の参考に本当になるかもしれませんし、まあ、普段行かないコンビニに入るこうきっかけになるかもしれませんしね、まあ、ちょっとそういったところも含めてぜひお楽しみください。さあそれでは早速行ってみましょう。では今回のルールまた簡単にね、おさらい説明させていただきたいと思いますけれども、すべてこのコーヒーはお店で、まあ、ボタンを押していわゆるオーソドックスなカフェオレカフェラテ、カフェラテですね。全部カフェラテって表記、カフェラテでした。店員さんにカフェラテの小さい方って言ってもらってきたやつ俺ももうそういう注文になっちゃった毎回ね、サイズがレギュラーだったり S だったりいろいろありますからね、小さい方っていうのが間違いないですよね。でカフェオレカフェラテそれぞれどう違うのって明確に違いがありますから、まあ、それについて触れた動画も過去にありますけれども、カフェラテですね、ということはエスプレッソベースでミルクを入れているっていうことになるはずなんですが、まあそこら辺はね本当にどういうシステムなのかっていうことはまた味とは別の話になってくるかもしれませんけども、まあ、今回は全て購入して液体が出てきて速攻その場で移したの。そうです。多分30秒以内30秒以内にサーモボトルの中に移されてここに運ばれてきて、今この後にカップに注いで出てきてすぐに飲むと、まあ、ですからお店で買って車の中に持ってきてエンジンかけてナビを設定してから飲んだぐらいのタイムラグほとんど実際自分がコンビニで買って飲んでる時と同じ状態で飲み比べできるんじゃないかと思います。さあそして前回と言いますのは2022年の頭に上がったあの動画ではランキングなんとなくほんのり覚えてますけど、大手3社が確か下の方だったんですよ、うん、1年前は、ミニストップが1位、ミニストップがブラックでも優勝してカフェラテでも優勝したんですね。あれはすごかった、2冠取っちゃって、でアイスのカフェラテの時は違うお店だったのとちょっとマシントラブル説で下の方だったんですよね確か。あ、ありましたね、マシントラブルあった。もう本当過去動画いろんなドラマがあってねえ、スタバの立川店でドーピング疑惑とかいろいろありましたけど、ね、まあ、ちょっと置いといて、まあ、今回は去年優勝した
お店です。前回覇者ですね。そうです、うん、今回ちなみにこのミニストップなんですけど、はい、カフェラテって注文したんですけど、うん、こだわりミルクのホットカフェラテということで北海道特選牛乳を使用しているらしいです。もう名前自体がそう、名前が変わってんの、うん、こだわりミルクのっていうのがついてます。それは前回ただでさえうまかったのにそんなことになっちゃったの？あの注文したら店員さんがちょっとミルク出してきますって言って裏に入られて、はい、ミルクが入ったカップをいただいて、じゃあもう優勝ってことでいきましょう皆さんありがとうございましたそしてで第2位がデイリーですね、うん、なので日々カフェ、日々カフェね、うん、皆さん日々カフェのこのパッケージあんまり見たことないって方もいらっしゃるんじゃないかと思いますけど、私もそんな馴染みではないですね、うん、いやちょっとどんなだったかなと思いますけど、前回確かエスプレッソ感が強かったアイテムだったような気がしますね、うんうんうん、で3位がマクドナルドでした。はいはい、さらっとしてるね、うん、その後に3社が来るんですね。 その後にローソン、セブン、ファミマの順でしたね。ファミマといえば鉄カスヤ、鉄カスヤですよ。鉄カスヤさん、鉄カスヤが監修したチルドコーヒー、うん、前回もうすでに動画公開されてますけれども、あのチルドコーヒーのファミリーマートはめちゃくちゃうまかったですよ、うん、本当に美味しかった。さあそういう感じで今回はどういう順位になるのか、うん、真逆になったりしてね、うん、各社本当に切磋琢磨努力されてますから、まあ、どうなるかちょっと楽しみですね。では早速例のあれで行ってみましょうか。それでは入れよ新業界さあやってまいりました、うん、今日は6種類 ABCDEF ってことなんですね、うん、さあそれぞれもうすでに色の段階で結構差が出てます ね、 そうですね、A かなりクリーミーな感じに見えるし、うん、D もクリーミー系ですね。これなんか泡がすごい立ってるのとほぼ泡なしっていうのはなんかあれかな。サーモン1杯目にこのガラスに、うん、俺の入れてるよね。そうです、そうです、1杯目ですね。そしたらもしかしたらミルクのスチームのさせ方とか、うんうん、ミルク自体の質の違いで泡がどれだけ保持するかっていうのは違うかもしれない。あ、なるほど、明らかに違う、うん、じゃあちょっと香りから。まだあったかい、A、うん、うん、ちょうどいい塩梅ですね。コーヒーがスーッてこうなんか木の板が一枚スーッてこう置いてあるような、なんかちょうどいい塩梅です。B、あんま香りで甘い、うん、無糖だよね、もちろん、うんうん、甘みすごいっすよ。うん、C、ねっとり香りで全然違う。あ、D、こういう感じ、お正月っぽいね、なんかね、正月こう、なんだろう、栗きんとん感っていうか、ピキントン感っていう音がいいね。あ、E は何だろう、お湯っぽいな、何だろう、 A のこうスっていうやつと E のスっていうのは近いかもしれないけど、少しミルキーですね。あー、これはあれのあれですね、うん、R 指定ですね。R 指定、なかなか、でも色からしてもね、濃さが結構出てますからね、うん、これも濃いけどそんなに R っぽい感じしない。この R って言ってるのはロブスタシュのことなんですけど、まあ、ロブスタシュっていうのは特にこのミルクと絡んでくる、まあ、エスプレッソ系は主にそうですけれども、ブレンドを構成する中で非常に大事なアイテムなんですよ。ロブスタシュはどちらかっていうと下に見られがちな品種ってイメージ強いかもしれませんけども、まあ、ブレンドの中で上手に使ってミルクのコクを引き出したり、お砂糖を使わないのに甘みを表現したりっていうところで本当にね大事なアイテムなんですね。でこれをうまく使って味わいを構成するっていうのは開発者研究者の皆さんがもうずっと腰の木を削ってここまで進化させてきたものなので、まあ、なんとなくこの最後の F から感じる R っぽさっていうのは、お、来た来た来たって感じでちょっとほんのり嬉しくなるってとこありますよね。うん、香りでも全部違います。6社6用違う表情出してきてますが、早速じゃあちょっと飲み比べ入りたいと思います。それでは行ってみましょう、飲み比べ。さてじゃあ A から行ってみましょうか。いきますよ。うん、香りの印象の通りスッて味ですね。以上です。 B、 うん、うん、うん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 、あ、なんかさっきこう甘み強く感じましたけど、コーヒー自体がすごい甘みをうまく演出してますね。甘みって書いておきましょう。でもすごいな、うん、なんだろうな、これ
コーヒーとミルクだけでできているとちょっと思えない感じ、少しこうフレーバー感とかスパイス感みたいな、甘みスパイスとも書いちゃおうか、なんだろうこれ、複雑な印象を持たせてレベル高いいじゃないですか B、 そして C、 ソイラテは入ってない、入ってないです、入ってないです、ソイでちょっとクエスチョンマーク付きで書いておきますね。そして D、 なんか羊がこう毛を刈り取られる前のモッコモコになったところにバフっていった感じですね。やったことないんですけどイメージ的にウールって書いちゃおうか、ウール感強め、いや D いいねこれ、うん、包まれたい、優勝包まれたいね、これこのカフェラテの中に小さくなった体臓がだいぶって、ここでねこうやって泳ぎたいっていうか浮いてたい感じ、これはちょっといいんじゃないですか。そして一番泡が強く残ってる、まだ全然消えてないからなんか理由があるはずですよこれは、なんかあんまりミルキー感出さずに、なんか 50-50 前もなんかの時言った気がしますね、1年前に言ってたらどうしようって感じです50-50 ミルクとコーヒーがちょうど半分ずつ主張してる、これはとこれでいいですね、なんか紳士的な感じがするっていうかね。さあそして F いってみましょう、いいよ FR ってことでFR 車みたいないやこれでもね全部飲み比べすると本当やっぱ違いますね、毎回こんなに違うんですかって驚きますけど、本当に今日も改めて驚いてます。特にこのモフモフ感どうなの、これなんかミルクが特別なもの使ってそうだな。これらの6種類でミルクについて特別なこと書いてたブランドってミニストップの他にもありました？あ、結構あります。セブンイレブンも最近なんか変わったみたいで、特濃リッチミルクっていうのをそこまで言ってんの？セブンイレブンさんは特濃リッチミ？ミルク、そしたらこれがこれであってほしいけどね。北海道産クリーム等を使用した牛乳を超える濃厚な味わいって書いてあるね。ああ、じゃあそれですよ、これなんじゃない？合ってる？わかんないですまだまだ分かってても言わないですちょっとじゃあ飲みましょうよ。飲みましょう飲みましょう。いただきます。こんちゃんは？こんだ飲める？はい。いただきます。さあ今日は特別審査員にこんだくんが入っておりますけれども、どうだろうかね。こんだくんは基本的にコーヒーマンとしてはあんまりミルクとか入ってるの飲まない普段。いやでもミルク好きですよ。エスプレッソ強いからね、はい、エスプレッソにはミルクつきもんだからね。じゃあコーヒーとミルクの相性については研究してきたでしょ、これまで。結構多分、まあ焙煎師でありバリスタのコンちゃん、さあどんなジャッジを下すのか楽しみですね。A のスッとした感じもなんかね、いろんな個性をこうぐるーっと見てきた後に A に戻るとなんか、あこれでいいんだみたいな感じがするな。A をなんか初心って書いときたいね。1月だし初心書き初めでさ、初心とか書いてるすがすがしい感じが A に出てますね。 B の香りがすごいですね。 B、B すごいよね。 B このスパイス感何なんだろう、まあ、コーヒーの配合比がそもそもミルクよりも多い感じがしますよね、これ仕掛けてるブランドどこだ。一番この中だとコーヒーの主張があるのは B かな。 F も強いけど、 F はコーヒー強め、ミルクも強めだから強い強いでこう掛け算してますけどね。 B はコーヒー感すごい。 C の薄さすごいなこれそうですね、 C ってソイラテじゃない？ C 薄いっすね、 C 薄いっすね。 C はね逆になんかこれだけいろんなのの中で見ると A と同じく
C も飲みやすくてスイスイいくので、なんかこれがいいみたいな気分もあると思うんですよね、うん、多分ね。うん、いいの50-50のコーヒーの主張がな、ちょっと何をやりたいのかがはっきり見えてこない、だからちょっと長く付き合わないとわからないみたいなのがいいの特徴なのかもしれない。むずいなこれ、悪いやつ一人もいないよね。そうですね。あ、でもね、ちょっと癖がありすぎて、本当に牛乳なんですかみたいなこの C、 いやこれ下の方につけるべきなのか難しいな。飲みやすさで言ったら一番だよね。やっべ、これは全員割れるだろうな、うん、これが揃うってことはないだろうっていうぐらいどれもいい。あ、むずなんかちょっと温度下がると印象変わりますね。なんか順位が変わっちゃいましたね。そうだね、うん、もうこれだけ飲んでるんですでにだいぶ温度は下がってきてる、うん、俺 C をどうしていいのか本当わかんない。今度はどうしたの？どういう解釈した？ C はもう僕は極端にあっさりという解釈、すっきりしたカフェラテは価値があるかないかって言ったらどうなの？カフェラテだったらちょっと欲しいなって。ああ、分かります、分かります、分かります、ラテ感がでしょ、うん、じゃあこの C はさ、何がやりたくてこのバランスにしたのか、うんうん、開発の方にちょっと本当話伺いたいぐらい、なんか不思議な質感を出して、ね、うん、異質です。多分グイグイ飲ませたいんですよね、うん、だと思うんですけど、うん、まあでももう決めよう、うん、決めました。本当に悩みましたけど、じゃあちょっとニコちゃん悩んでますけど、タイゾーの順位から発表させてください。第1位 D、これはね、ミルク感が最も強く出てましたね。牛乳っていうちょっと生クリームを感じさせるような、こってり柔らかい感じで、コーヒーではなくカフェラテ選んでる時点で、まあミルク感が大切な状況なんだろうなと、まあ多くのシチュエーションはそうなんだろうと想像しますし、今体造的にもなんとなく昼ご飯味噌ラーメンの後でこんな感じかなってと、気分にも非常にマッチしてますね、うん、D 優勝。そして第2位第3位、ここら辺はね、なんて言うんだろう、ほとんど同じような印象ですね。 A、 これ非常にすっきりすがすがしい、まあ、初心に帰ってもう一度一から出直そうなんて気持ちにさせてくれるのがこの A、 うん、うん、何の文句もないんですけど、まあ、特にこれといって何もない、だからそれがいいって言うと思うんですね。で第3位に入れた E も同じような傾向、ミルクとコーヒーがほとんど同じ強さでこんな感じになってます、ね、うん、だからまあカフェラテのあり方としてはどっちつかずとも言うんですけど、シーンを選ばないとか、あんまりその感情感覚体調に左右されないみたいなあり方で、 A と E は非常にいいバランス感かなと感じました。そして第4位、まあどっちかっていうと下位の方になるんですけど、 B は本当に面白いブレンドですね。これコーヒーとミルクだけで本当に作ってんだとしたら、コーヒーの豆何使ってんのっていう感じですね。うん、ハーブ感スパイス感すごいです。これは通好みのラテでしょうね。面白い。そしてその後に来るのが C ですね。 C は薄かった。薄かったのは悪いことのように一瞬今聞こえたかもしれないんですけど、この薄さによって引き立つペアリングの相手がいるのかもしれませんから、まあ、場面によっては最強なのかもしれない。でもこの流れでいくと C はちょっと個性がなさすぎるかもしれないですね。そして個性がありすぎた F は結局最下位になりましたね、うん、特に温度が下がってくると少しこうミルクっぽさの中にある、まあ時にミルクとか牛乳嫌いなんですとか、ラテとかほとんど飲みませんって人にね、たまにコメントでもらいますけども、ちょっとこう生臭い感じとかミルク臭い感じとか、まあ、そういった部分って私自身はあんまり感じないんですけど、まあその部分がこのブレンドの配合、コーヒー豆の方からの成分によって引き立ってきちゃってるかなと。ただこんなに温度下がるまで飲まないのかもしれないんで、熱い状態で飲み切ってればそれは出てこないんじゃないかってのありますけど、まあ、正直なところ今この段階で飲むと F はここにならざるを得ないかなという印象ですね。まあ、これが体造的なジャッジですが、まあ、さあここから他の審査員の皆さんにコメント聞きたいと思いますけど全く同じだったって人います？ピタリ賞は
下衣装いない。いない。衣装っていうとちょっと違います。これが正義じゃないですから別にね、泰造が思っただけなんで。でちょっと皆さんの感想聞かせてください。僕はですね、A B D F E C ですね。全然違う。全然違う。結構泰造アッピーは最近リンクしがちじゃん。リンクしがちだったんですけど、なんか同じコーヒーずーっと飲みつけて、うん、いろんなとこ同じ旅をしてるので感覚が似てきちゃってるのあったんですけど、うん、全然ばらけました。今回違いましたね。結構さらっとした感じが今さらっと、うん、なんか車でこうドライブしながら飲むなら A がやっぱりいいのかなっていう感じですね。それはわかる、うん、で B も同じような感じでちょっとフルーティーな感じがちょっとあって、豆の個性がね面白い、なんか美味しかったんですよ、ね、うん、F はなんかピザポテトとかに合いそうだった。ああ、そうだね。コンビニで売ってるならやっぱピザポテトと一緒に食べるから。言われてみればピザポテトには F かも。そう。単独で飲んでるからっていうのもこのランキングにはもちろん出てきますね。うんうん、一番下がなんだ。一番下は C です。ちょっとなんもないかなっていう。なんもないんだよ。そう。このなんもない C を、まあ、ちょっと皆さんどう思ったかなって俺も気になってて、うんうん、ちょっと物足りなかったです僕は。でも悪くはないんだよね。うん、何にも悪いことしてないんですけど。あ、ちょっとニコちゃんのリアクション気になりますけど、はい、私も全然違います。 D F E、 え、もう一回言って D F E、 え、ドラえもんの D、 はい、そうです。 D F E、 そう、うん、D F E、 すごいすごいと思う。あ、分かる。濃い濃いできたんだね。うんうんうん、濃い濃い、まあまあの順番だ。そしたら次 A ってこと、 C A B です。 C A B、おお、全然わかんない。全然違いました。どういう点でそう並んだんですか。いや、なんかそのさっき言いましたけど ABC がちょっと似てる、うん、同じようなグループの感じで、じゃあ結構味が濃いめっていうかボリューム感がある方が上位だってことですね。そうですね、牛乳の甘い感じ、その ABC が結構後味とかが、うん、なんかソイ感がすごい感じた。そう、スーッて消える感じですね。そう、そう、そう、うん、それは確かにある ABC はね、うん、そうそう、あ、それがちょっと物足りないかなっていう感じだったんですね。はい、それよりなんか D、 D とか結構甘い感じがして美味しいなって思いました、うん、なるほどなるほどあ、カフェラテとしての正しい飲み方なのかもしれないですね、うん、なんか飲み慣れたカフェラテ感を感じました、うん、DEF の3つには、はい、いや、そして審査委員長の本田先生どうぞ。僕は D、E、B、A、CF、 CF は揃ったか。これでも評価難しいとこだけど、難しかったです。あのスペシャルティコーヒーとかコーヒーを生業にしちゃってるとこうなっちゃうんだよね。うーん、それはなんかなんとなく今同じ理由でここに置いたのかなって気がするけど、え、1位も同じだね。そうですね、1位も D で、 D のリッチか。 D は3人が1位ですね、うん、私もそうだ。僕は違いますけどB があれだね、どういう感じだったの。上の2つはやっぱりコーヒー感よりもしっかりとしたミルク感。そうだね、でそこから下の順位はそのコーヒーがどれだけ個性的で出てきて主張で。なるほどね、 B のコーヒーの個性すごかったじゃん。すごかった。これコーヒー屋のそのコーヒーを仕事にしているプロの人に B とか飲んでどう思うか聞きたい感じですね、うん、なんかこんなに日常になんかこう問題提起っていうか疑問を投げかけてどうするつもりですかっていう感じのコーヒーなんですよ。面白い、ミステリアスで。今度なんかこのコンビニ見つけたらあえて入ろうかなとかいう気がしてるぐらい B は気になる味作りだよね。いや面白いね。でもトータルで言うと D は圧倒的に高評価でしたね、これはね。 D どこなんだろう。これでもそこまで言ってんだったらセブンイレブンなんじゃないですか。じゃあ5位から発表します。ちょっとこれどこだろう、うん、この中にカスヤテツさんもいますけどね。当てずっぽでちょっと泰造当たんないかもしれないけど、いいっすね、面白いっすね、やってみようかな、うん、悩むな。ミニストップを A ってことにして、ちょっとこれはあんまり自信があってやってるわけじゃないんですけど、こんな感じかなと、うん、さあどうでしょうか全部外れ、中途半端に1個だけ当たってます、ね、当たってるの発表しますね。当たってるのは A のミニストップです。なので2位ですね。あ、うん、ミニストップは今までずっと優勝してきただけあって、うん、その後も結構いろんなミニストップのテープ飲んでるんで、うんうんうん、なるほど。
じゃあお願いします。じゃあ5位から。はい。じゃあ C ですね。タイトル5位、はい。C からいきますね。薄かったっていうトータルのね印象だった、うん。じゃあ C のカップは。はい。デイリー山崎でーす。おお、そうなの？日々カフェです。うん。結構美味しかったですもんね。上の方でしたもんね。上の方だって、うん、確か第2位とかに入ってたような気がするけど。ああ。何があった？ですかね。うん、さあ、まあ悪くないですよ。特定の用途には最高だと思います。うんうんうん、さあ、そして第4位 B はマクドナルドでーす。おー、このくせ者。うん、マクドナルドか、これどういうコンセプトなんですか一体。いやでもポテトと合うんじゃないですか、あこの味作り。うん、芋と合うかも。うん、ああポテト。言われたら本当にポテトに合うかも、うん、この B は癖ありますよ。うん、ちょっとマクドナルドでこのホットのカフェラテ頼んだことないんですけど、今度あえて頼んでみます。うん、本当にミステリアスな感じ受けるかどうかね。うん、ポテトと合わせるとすんなり馴染んで普通になるかもしれないし、ね。うん、ああ面白い。そして第3位 E、ね、E のカップですが、うん、こちらはセブンイレブンでーす。なるほど。ああミルクリッチな感じそこまでしなかったけど。E が下の方についた人っている？なんかそのミルク感があんまり好きじゃなかったっていうか、そんなでもミルクミルクしてるように俺は感じなかったけど、なんかちょっと後味が僕はあんまり口に合わなかったというか、うん、ちょっとそのクリームっぽいニュアンスとかね、うんうん、そうですね、うん、なるほど、セブンイレブンがここに入っていて、うん、って何また、お、またファミリーマート大手対決。カスヤさん盛り上げますね毎回。前回チルドコーヒーはこれ最後ジャーンって優勝だったんですけど、ファミリーマートが。今回はどうなの？今回そうしたらこうなんじゃん。これ欲しいですね。前回のチルドコーヒーはもう圧倒的にうまかったんで、もうこれでしょ。でこの F はコーヒー感非常にガツンときて強かったんで、ローソンはエスプレッソにこだわりがあるというところでこう紐づいてね、 OK ですね。1位の D のカップはローソンでーす。ローソンでした。なぜ俺がこんな衝撃を受けてるのかが全然わかんないですけど、ファミリーマートのこのコンセプトは何ですか一体。コーヒー感にこだわりすぎたのかな。うん、コーヒーが何か何かを言いすぎててうるさい印象あったもんね。 F が上位の人はいなかった。私2位、私2位か。ちょっとうるさい人が今日はいてほしいって感じなんですね。カスヤさんが好きって。そう、カスヤさんが。カスヤさんそんなにうるさくない、うん、面白いから好き。なんだろう、面白ければいいみたいな感じ。ローソン優勝おめでとうございます。いやすごいミルクリッチだったよね。何なんだろう、こんなに違うの。なんか本当に各社の開発担当者の方にインタビューして、そうですよね、どういうコンセプトで何に合わせようとしてるんですかと、どんなお客様を想定してるんですかっていうのを明確に聞いてみたいですよ、これ。2023年そういったインタビューまでできるようなコーヒージャーナリストになれるといいなと今もうふとね初心に帰りつつ思いましたけど、絶対何かの気持ちがこもってるんですよ。開発された方の気持ちだったり、ま、何の商品を売りたいかとかね、クリームパンを売りたいのかおにぎりを売りたいのか違いますから、ね、そのコンビニとしての在り方、まあ、マクドナルドだったらどんな食べ物と一緒にペアリングしてもらいたいのか、いやなんか本当にねいろんなことが考えられた結果この味にそれぞれなってると思いますから、見てみたいわ。特に気になるのはこの B 作ってるマクドナルドのこうポテトと合わせてみたいって気持ちになるね。確かに不思議すぎて。いやそしてファミリーマート、これ粕谷さんにこうなったら一応ね聞いてみますけど、そうですね、コーヒー頑張りすぎじゃないですかって言ってちょっと温泉でも行ってきたらどうですかみたいな話になるかもしれませんけど。いや面白いですね。皆
皆さん今回もお付き合いいただいて本当にありがとうございます。この順位は太蔵が今の気分に合わせて独断と偏見で選んでます。で、まあそれぞれのコーヒーにいろんなコメントしたんですけれども、まあ、どんなコンセプトがあるのか、まあそしてそれが自分に合うのか合わないのか、どんなシチュエーションに合うのか、まあ、そういったところを考えながら街のコーヒー、身近にある日常のコーヒーを楽しむっていうのは、まあ現代コーヒーならではの楽しみ方の一つなんじゃないかなと思います。皆さんもぜひ身近なコンビニでこう試していただいて、普段この店入らないんだけどってところにあえて入って頼んでみるとかね、普段食べないこの新しい味のおにぎり買ったからいつもと違うの飲んでみようか、ブラックコーヒーじゃなくてカフェラテを合わせてみようかとか、なんかそういう冒険も日常の中のこうささやかなワクワクをね演出してくれるのかもしれませんね。いやー今日もなんで毎回俺こんな心臓がドキドキしちゃうのかわかんないけど、うん、別に関係ないんだけど本当ここまで面白いことされるとなんかこう流せないですよね、さっとは。そうですね、本当正面から受け止めると、うん、もう毎回心臓が高鳴ってしまうコーヒーを愛しすぎた男、岩崎太蔵でした。皆さんこういった動画これまでもいろいろ出てきてますから、もしご覧いただいてない方いらっしゃいましたら、もうそれぞれにドラマがあって面白い内容になってますから、概要欄の方からチェックしていただければと思います。ということで皆さん今日もありがとうございました。またお会いしましょう。それではハッピーなコーヒーライフ。